白黒ちゃんで黒猫の中二です。いや年の瀬ですね。皆さん大掃除とかは終わりましたか？というわけで、今日も味噌汁さんをお呼びしたいと思います。味噌汁ちゃんなんか様子おかしくないですか？ちょっと座ってみな。なんか大丈夫？やだもう2015年終わりなんてやだ。やだね。もうクリスマス終わりなんてやだね。やだ。まだ何も起こってないのにクリスマス。起こってないね。はい、というわけでいつまでもクリスマス気分が抜けない味噌汁ちゃんの登場でございます。イエーイ。自己紹介大丈夫ですか？あ、そっか。うん。いいですよ。はい、グッドキメガールチャンネルの味噌汁でーす。はい、イエーイ。なんかめっちゃ目立ってますね。しょうがない。これを撮っておこうかな、今日は。これ撮ったらなんかちょっとなんか、なんだろう、クマみたいな。大丈夫大丈夫、うん、それ大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。本当？うん、はい、はい、そんな感じで今日も FFX ビアスラジックやっていきたいと思います。今日は何をやるんですか？今日はですな、おコロシアム、今日はですな、 S 中級おの2の賞金、賞金じゃない、賞金商品、商品なんていうの、商品商品商品、プレゼントというかアイテム、ゲットできるアイテムがなんかなかなかお役立ちなものっていう噂を聞きまして、うん、今日取りに行きたいと思います。お、行ってらっしゃい。はい、というわけで行ってみそし。何がもらえるかはちょっとまだ分かんないんですけ ど、ただあの噂でね、うん、S2 のものがいいっつう、いいということで、はい、はい、回っていきたいと思います。大丈夫、バッと答えでいくの？うん、それね、ちゃんとパーティーでいくちゃんとパーティーいく、はい、ちゃんとパーティーで。さすがにさ、S まで行くとさ、はい、普通に死ぬよね。ね、あの見てなくてオートでやったりするとね、うん、はい、はい、というわけでいきます。バトル開始、いきましょう、いきましょう。なんで何ですか？レッサーロプロ、ロブロス、ロプロス、はい、なんかこれ聞いたことある。ちょっと見てみますか、一応。あ、調べちゃおう、調べちゃおう。ライブラスちゃいます。はい、キーン、トゥーン、おい、睡眠向こう、麻痺向こう、眠らないドラゴン、よし、行きましょう。本当だね、動き続けるやつ。そうマグロかみたいな行きましょう。止まったら死んでしまう。うん、死んでしまう。さあ、まあいつも通りな感じで行きたいと思います。はい、まあまあまあこんな感じですよね。あ、でもやっぱ強いね。ダブルパワーでしょ、ね、これね。うん、やっぱ硬いですね、このあたり。硬い硬い。ダメージも割とね、痛かったりしますしね。ちゃんとさ食らうよね。ちゃんと食らう。たまに回復とかちゃんとしないとね、結構危ないもんね。いいな、ローゼリアちゃん、いいな。いやー、すごいね。今キアルラ、今キアルガーです。ガッカー正義アスター、裏山ピーバー、めっちゃいいですね。シュクシュクと、シュクシュクと、危なげなく、もうリピートお化けに。そうね、リピートお化けだね。リピートお化けです、完全に。私的にはこのパーティーすごく好きなので楽しい。なんかあれだね、こう何でもできそうだね。そう、何でもできる。魔法はちょっとあれか。そう、魔法が、なんかうち魔法の子はちょっと少なくて、そうね、基本的になんかなムキ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 いくぜ、ドスドスみたいなムキムキタイプで、はい、じゃあいけたぜ。だってクジャさんいないでしょ。クジャさんいない。エクゼさんいないでしょ。エクゼさんいない。ティナさんいないでしょ。ティナさんいない。もうすごいよ、ね、クジャいる。あ、クジャいるけど、クジャ一体いたところでって自分の中になっちゃって。確かに確かに。そうそうそう、一人でね、頑張ってもね。あ、神秘のベー ベール。これは頭ですか？アクセサリー。これ何なんだろう。あ、待った待った待った。イイ、ミステリアスのベール。やばいね。いや、ミステリアスって大事ですからね。ね。すっぽりと顔を覆うベール。ほう、占い師たちが自らの神秘性を高めるため被り始めたのが発祥と言われて。なるほどなるほど。顔の大部分を覆い隠しており、見えるのは目元のあたりだけ。つまり怪しい人になるってことだね。そうだね。はい、なんかあれだね。なんか悲しくないね、占い師たちが自らの神秘性を高めるためってちょっと嫌だねそうだね、なんかでもあれさ、自分をさ、こう、なんつうの、ちゃんとさ、うん、何、プロデュースじゃないキャラクターを大事にね、そう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 、やっぱ自分のね、キャラ作りね、大事だから、そういうの、うん、防御7と精神16。なるほど自然に装備者の人々を見つめ合うことになり、どんどんと相手のペースに飲み込まれていくのだという。これをかぶって踊る踊り子もいるらしい。やばいな。
これあれなのかな、これをおすすめしてきてくれた方は、うん、なんか神秘的な方が好きなのかな。そうだね、今日は男性でしたからね。そうだったのかな。、はい、なるほど。なんかおすすめのキャラとかいるんですかね、はい、一応、うん、あの精神が、うん、あの回復力がこう精神依存になったんで、うん、まあ、ローゼリアとか、うんうんうん、回復させるとかパーティーを守ってあげるみたいなキャラ、フィーナちゃんとかフィーナちゃんねに使うと良いかもしれないです。神秘的なね、神秘的ななっていただいてね、はい、なるほどね、顔をね覆っていただいて、うん、神秘的な女性、神秘大事だよ、神秘大事、ミステリアスって大事だよ。やばい、ちょっと待って、こうミステリアスになった、ミステリアス要素はないわ。マジで、ただの変な人だ。マジで。今日の行ってみます、召喚ということで、今日は私から お願いします。今年最後の、今年最後のですよ、本当に。いや、マジでマジでマジで魔法キャラは欲しいですね、もうちょっとね。 X フェス出てほしい。 X フェスさん、 X フェスさん、 X、 はい、行きましょう。自分から振ったのに、本当行きます。行ってみます。滑りそうなやつは早めに流した方がいいんです。学ぶわ、学ぶて学んで。さあ行ってみます召喚。いや、マジで、あー、年末だよ、年末、最後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 。まあまあまあ、私ずっと X デスをね狙い続けているわけですよ。本当だよね、相当 X デスさんのためにさ、うん、そう召喚したよね。クリスマスのためのね10連もね、 X デスさん、心の中では X デスさんって祈ってた。ルナって言いつつ謙虚な自分をね。なるほどね。はー、 X デスさん来い。これ出たら超すごいよ、うん、なるほどね。シャドウさんね、いい人だから。なるほど、インターセプターだから。なるほど、うん、このワンちゃんね、なるほど、うん、いい子だから。これ私ね、ストーリー聞いたんですよ。あ、聞いた。なんかこいつなんか一旦なんかパーティーを離れ、そうだよそうだよ、行っちゃって、でも行って自分がなんかこう待ちますか待たないですかみたいな、はい、家選べて、そう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 、待ちますを選んで、本当に本当にリアル時間で何分か待たないと仲間になってくれない。そうそうで降りるところでね、こうやってチーンと待ってると、最後ねピュンピュンって飛んできてね、渡せたんだみたいに、はい来たみたいな。でもね、それね、待たないと本当にシャドウいなくなっちゃったから、その後本当に衝撃だよ。はい、はい、というわけで今年のラピスは使い切りますよ、はい、今500個ありますからね、ラピスは、はい、よし、というわけで今日も行ってみましょうか、召喚行きたいと思います。最後チューニーちゃん、本当に最後で、この動画的にも公式チャンネル的にも、ね、チューニーちゃん的にも最後なんだよ。私何が出てもいいよ。本当、うん、マッシュとかでもいいよ。愛してるからマッシュ。本当、うん、行こう、行きます、行ってみましょうか。でも今日来てるんだよね、やばいね、いいよ、今日良くない、良い気がする、良いよね、うん、良いんだよ、頼みます、行きますよ、行きますよ、 OK、何が来る何が来る、さあ最後の召喚、フランタン。フランタンね、めっちゃいい女ですから。いい女だね、あのいい女度で言ったらもう超かなり高いから、ね、本当に。しかも絶妙にね、獣の心に刺さってくる、あ、そうだよね。ビエラさんね、はい、はい、というわけで、そんな感じの今年の行ってみましょうかの締めでございました。はい、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。いや、今年配信されてから早2ヶ月、3ヶ月、早い、2ヶ月ですかね、怖い、早いですね、時が経つのは怖い、早いですね。というわけで FFX ビアス公式チャンネル、今年も大変お世話になりました。いつもご視聴していただいてる皆様、噛んじゃったけど、はい、いただいてる皆様、本当に本当にありがとうございます、ありがとうございます。いや、来年もね、いろいろお得な情報ですとかもう真摯にね、あの配信していきたいと思いますので、はい、本当に、うん、こんなことやってる場合じゃない、本当だよ、はい、こんなクリスマス過ぎてちょっと浮かれてる場合じゃない、あ、本当だ、しょうがないしょうがないね、はい、はい、なので、また見てくださると嬉しいです。これからもよろしくお願いします、お願いします。ということで皆様、良いお年を、またね、バイバイ、はい、はい、というわけで FFX ビアス